したイオン顕微鏡である。イオンを操作することにより、三次元的な同位体の分布を調べることができる装置で、オーストラリアンサイエンティフィックインストゥルメンツ社と、オーストラリア国立大学の共同で開発された。この顕微鏡は主にウラン、鉛年代測定法で利用されるが、デルタ 7Li やデルタ11バイトなど、他の元素の同位体比測定にも利用される。 シュリンプは1973年にウィリアム・コムストン博士によって構想された。コムストンは個々の鉱物の粒子を分析するために当時利用可能であったイオンプローブの感度や分解能を超えるイオンマイクロプローブをオーストラリア国立大学の地球科学研究学院にて作ろうとしていた。工学設計者であるスティーブ・クレメントは 様々なセクターを透過するイオンの周差を最小限に抑える松田型で構成された現在シュリンプアイと呼ばれているプロトタイプの装置に基づきこの装置を設計した1975年から1977年にかけて製作され1978年から試験と再設計が行われた1980年に 初めて地質学的運用において成功した。最初に科学的に大きな影響を与えたのは、西オーストラリア州のナライヤーさんや、ジャックヒルズ付近にて、名王台に生成されたと思われる、ジルコンの発見である。当初、分析結果と、シュリンプアイでの分析方法は疑問視されていたものの、その後従来通りの方法で分析したことで、部分的に認められた。 シュリンプ愛は、チタン、ハフニウム、イオ様の同位体系を研究するための、イオンマイクロプローブの先駆者でもある。障子会社や、他の学術研究グループ、特に、カーティン大学のジョン・デ・レーター博士から、多くの関心が寄せられたため、1989年に、レーターを中心に、商業用機器である、シュリンプ2を構築するプロジェクトが、オーストラリア国立大学の経済学、 小学軍の協力を得て指導した。1990年代中頃に、イオン工学的設計が洗練されたことによって、質量分解能が向上した、シュリンプ RG の開発や構築が促進された。設計技術のさらなる進歩により、数年前に、フランスの企業によって市場に導入された複数の、イオン集積装置や不イオンの安定度遺体の測定装置、 光の安定同位体専用の装置の開発作業に繋がった。現在、世界中に15台のシュリンプが設置されている。シュリンプは、アキャスタヘンマガンを含めた最古の石の解析や、ジャックヒルズにて発見されたジルコンの年代特定などによる地球初期の歴史を把握するために重要な装置である。その他の重要な功績として、月のジルコンの最初のウラン、 鉛年代測定法を利用した年代測定と火星の臨海石の年代特定が挙げられる。近年ではオルドビス機における海水温の測定やスノーボールアースの時期の特定、安定同一体の技術開発にも利用されている。ウラン、鉛年代測定法を利用して分析する際、デュオプラズマトロンの中空 NI 陰極内で 高純度の酸素ガスから1の一次イオンの光線が生み出される。このイオンはプラズマから抽出され、重軽部位の加速電圧によって加速される。一次、イオンカラムは、イオンが目的のスポットにて、全体的に密度が均等になるように、生成されるようにする、ケーラー照明に用いられる。このスポットの直径は必要に応じて5マイクロメートルから30マイクロメートル以上まで。 変更することが可能である。一般的な資料のイオン光線の密度は、PA、平方メートルまでであり、15分から20分ほどの、解析で1マイクロメートル未満のアブレーションピットを、形成することができる。一次イオンは、資料チェンバーの表面に対して45度の角度で、入射し、90度の角度で二次イオンが放出され、一次イオンと、同様に重軽部位で加速される。 三枚の余韻、極レンズによって二次イオンはスリット宣言へと集約される。この設計は他のイオンプローブ法を利用する装置と異なり、イオンの状態を維持するのではなく、イオンの透過力を最大化することを目的としている。シュバルツシルト型の対物レンズによって反射光を利用して分析中に資料を直接、顕微鏡で観察することを可能にしている。 二次イオンはフィルタリングされ、運動エネルギーに従って半径が 1272mm の静電状部分で集約されながら90度、分は半時計回りで曲がる。スリットを機械が操作することで、マグネット部に送られるエネルギースペクトルの微調整が可能となり、静電の酔え、極レンズはマグネット部に送られる際の周差を抑えるために用いられている。 静電場アナライザー部を通った二次イオンはマグネット部で質量分離され検出部で検出される。ターボ分子ポンプによってシュリンプ内のイオンが通過する経路の空気が外部に排気されイオンの透過率が最大化され空気によってイオンの汚染を減らしている。また、飼料チェンバーはクライオポンプを利用して水を中心とした汚染物質をせき止めている。 一般的に、シュリンプ内部の圧力は、検出部では 7.0x19 アンバル、一時、ンカラムでは 1.0x16 アンバル、である。通常操作では、シュリンプは、20カウント、秒、ppm、内上の感度で、ジルコンから鉛を5000の質量分解能で、計測することを果たした。ありがとうございます。